日本橋野村ビルディングは東京都中央区日本橋一丁目に所在する建築物である。野村財閥の中核として大阪に本店を置いた野村銀行の東京進出の拠点となる建物として計画され、東京府東京市日本橋区通り一丁目一番地の地において1928年6月8日寄工され、1930年3月15日、竣工した。 第二次世界大戦で日本が敗戦した後の1946年11月3日、占領軍は本建物及びその別館を接収し、1952年10月20日の接取解除まで供された。竣工後増築された。2012年にドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれた。 竣工当初の規模構造はそれぞれ鉄骨鉄筋コンクリート構造の地上7階、地下2階建てで、敷地面積は334.880坪、建築面積は302.008坪、延べ床面積は2384.551坪。設計は安井武雄。思考は大林組。野村コンツェルンの東京進出の拠点として建てられる。 ものであり、また、日本橋の田元という、最も目立つ場所であることから、東京に数あるビルの阿流であってならないという、意気込みのもと、独自のオフィスビルの提携を創出しようとする意欲が、見られる建物となった。足元と頭を軽く、中間を重くし、動的金星といわれる、設計手法が、外観デザインの基本に据えられている。野村建設工業30年史15ページ。 AB 日本橋の村ビル、安井建築設計事務所、ありがとうございます。